よし、お散歩行こっか。はい、というわけでどうも、かちゃねのカズでございます。持ってます？ベビーカー持ってます？皆さん、いや、これ実はね、結構あるあるだと思うんですよ。決してアプリ感が悪いってわけじゃないと思う、ないと思うんだけど、いや、見てこれ、1、2センチね、調子いいとね、1センチぐらいのさ、謎の段差でびっくりするぐらいこれ引っかかっちゃうんですよね。だから街中行くじゃんね、ほんで普通にさ、歩道とか入るときに、まあちょっと段差あるでしょ、引っかかりまくりでございます。もうやだってぐらい、信じられないぐらいの段差で引っかかってさ、逆に赤ちゃん危ねえみたいなね。いや、これ皆さんもね、引っかかった経験ある方がベビーカー持ってる方ほとんどじゃないのかなと思います。この段差引っかかります、逆に危なくないみたいなね。ほんでいろいろやっぱ購入するとき、まあ相談してさ、あ、これだと赤ちゃんのね、振動から守ってとかね、ちょっと頑丈だからこっちの方が安全ですよみたいな感じでね、買ったんですけど、まあ満足はしてるんですよね。なぜかというと、ある程度コンパクトになって、ある程度軽いんですよ。ただこの取り回し、そこら辺ちょっと教えてくれなかったんですよね、デメリットとか。あの、意外とこの形のやつね、左右の取り回しがね、結構なんかこれなんだろう、ふわふわしててさ、取り回しがね、ちょっとやりづらかったりとか、そこら辺はある。ただ旅行用っていうことで考えると、確実にこれ持っていくけどね、やっぱ軽、ある程度軽いし、あの、しっかりしてるからさ。ただこれだとね、普段結構最近お散歩するんですよ。お散歩ね、お散歩してさ、あの、スーパーに買い物行ったりとかしててさ、その時にこれはね、あんまりよろしくないなと、いうことで今回ですね、いろいろ購入してみました。セイキン君もね、購入してたんですけど、聞いたことないようなね、かっこいいメーカーさんのやつで、見たことなかったんで、それやめといて、今回ですね、視聴者さんに聞いて、これいいよ、これいいよみたいなのあったので、そこら辺で行ってみたいなと思います。そんで段差でつまずくとかっていう声を私が言ったので、もうそれだったらこれだよっていうことで、めちゃめちゃ有名どこです。ダダン、はい、エアバギーというものです。まだ開けてないんですけども、まあ、ちょっと早速開けて、使っていきますか。娘の声が聞こえる。よいしょ。こちらもデメリットから言っておくと、ちょっと大きくて、そしてね、ちょっと重たい。だから車への乗り下ろしとかが多い方にとってはちょっとね、辛いかなといったモデルでございます。ただ近所の散歩とかっていう点で言うと、グーッと、はい、だと思われます。はい、まあ、とりあえず開けていきます。わお、まず重量チェック。まあ、ちょっと重たさあるかもしれない、でも思ったほどかな。はい、よいしょ。じゃあこちら開けていただいて、ちょっと組み立てがね、必要っていう感じになってますな。なんかいろいろ剥がれてきちゃった。よいしょ、よいしょ。ほんで、しっかりとしたタイヤがね、ついていきます。まずご使用いただく前に、はい、 OK、 ちょっと組み立てます。おう、まず特徴としてね、ただタイヤがね、大きいだけでなく、自転車に入ってるような、このね、あの、クッション性のあるやつ、あの、空気が入ってるやつね、になります。で、タイヤのね、あの、方向あるので気をつけてください。こう、あ、車にもね、あの、たまにあるけどさ、こう、回転方向が書いてあります。こういうことか。あ、着脱ボタンだって。これを押しながらだって。入った、オッケー。これで反対、よいしょ。着脱ボタンを押しながら、オッケー。あとは空気入れ、空気がまだ全然入ってないんで、これを入れてからいきます。自転車のやつと一緒だね。こうか、よし。オッケー、オッケー、オッケー、よいしょ。はい、では、早速、使っていきましょう。一通り説明書を読みました。まずは、ガタンと、逆です。
はい、はい、ガタンということでできた。ほいで、これいいのがね、あの結構簡単にブレーキシステムがかかる。今ねブレーキかかってるんだけど、ここ、これ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 、これを今上に上げることですーげースムーズ。いや本当に片手で押せるっていうレベル。もちろんね、先ほどのこの子もね片手で押せるんだけど、曲がろうとした時にね結構大変なんだよね。これめちゃめちゃ力いるんですよ。ただこれね、ローラーがスコスコでめちゃめちゃ、なんだろう、逆に小回りが効く。ほんでサイズ感ね、特別大きいっていうイメージはない。ほんでさらにいいのね、坂道とかね、いろいろね、いろいろあると思うんだけども、ちょっと危ないじゃんってなる時あるじゃん。だから、それの補助用に、はい、以上、はい、手首を入れてもう絶対これ離さないよっていうこともできるし、力の弱い人には絶対いいと思う。常につけてた方がいいと思うけどね。さらにね、これハンドブレーキを、危ないと思ったらクッてやるとタイヤがロックします。これロックします。いやこれすげえ。ほんで今見つけた一番な危険な点は、すごいね、なんだろう、こっちに、なんていうか、ハンドルが突起してるので、下方向に体重かけるとこう後ろにバタンってなりやすい。うん、そこだけですね。うん、タイヤ側の回転が良すぎとか、そこら辺も相まってちょっと倒れやすいっていう危険性はあるんだけども、まあこれはね大人が気をつければいいだけの問題なので、はい、このウィーリー状態だけちょっと注意してくださいという感じでございます。これただめちゃめちゃ動きやすいんだけど、これ。ほんで他、気づいた点としては、こう赤ちゃん乗せるじゃん。ちなみに0歳から、20キロまで乗せることできるとのことです。はい、でこれ結構めんどくさがってやらないお母さんとかもいるとかっていうか、私もそれめんどくせえなと思ってつけんかったことあったんだけど、危ないです本当に。ヒヤリハットがあったんでね、もう絶対つけるようにしております。これね、これ、はい、こんな感じで、お股のやつをつけていただいて、はい、ちゃんとするの。ほんでやりやすいのがね、あとこの肩のやつ、これ後付けできるんですよ。後でここにねカチャってかけれるので、先ほどの私が使ってるモデルと比べるとすげえ楽。ベビーカー買うときにね見ていただきたいんだけどさ、これとかだと、なんだろう、なんかすげえ紐がねこっちゃこちゃになってて、一旦これとこれをしっかりとねかけて、よいしょよいしょよいしょかけて、ほんでやらないといけなくて、結構これがね難しかったりするので、私結構腰だけでやったりっていうことが多くあります。あんまやっちゃいけないけどね。はい、そしてね、子供寝てるから寝かしてあげようっていう時のモードね、115度から155度まで下げることができて、かなりね寝そべることができる。こう引っ張ってあげて、チュンってやると、もうかなりね、もうかなりかなりフラット、かなりフラットな状態ね、ほら赤ちゃんでしょ、かなりフラットな状態を維持できて、ほんでここなんかスカーって開いてるじゃん。で、このまんま寝かしとこうみたいなのもありなんだけど、虫とか嫌だなーって時にね、上になんと、はい、こういったものがあって、これでね、よいしょ、まあでもあんま使うことないな、これは。はい、こんな感じで編み編みにして、しかもここもね、ちゃんとポッチで、ね、止めることもできるといったものでございます。まああんま使わねえけど、これは。さあ、ほんで戻すときは、うーんとすると、また戻ってくるという感じでございます。ほんで今回のこれの一番のポイントは、エアーパニータル、そう、エアーが入ってる、タイヤにエアーが入ってるっていうことに尽きる。自転車とかもさ、ノーパンクタイヤとかってね、なんかカッチカチのやつ、なんか詰まってるやつとかも昔私乗ってたことあるんだけども、パンクしないんですよね。それはそれでいいんだけども、段差とかの衝撃が100来ちゃう、ね、でもこれ段差にもめちゃめちゃ強いらしいです。なのでさっきの場所で試す、よいしょ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 、全然違う、全然、わざとじゃないからね、これ強えよ、これは。また三輪っていうのがね、いいんだろうね。他細かいので言うと、ここにね、ジュース用のペットボトル入れが入ってるっていうやつで、確かにこれエアバギー、確か海外のやつだったと思うんだけど、ハワイ昔行った時にね、めちゃめちゃ見たのよ。ハイキングとか赤ちゃんと一緒にね来てるね、ベビーカーをしながら来てるお母さんとか多かったんだけど、これでさ 100% これなるほどと思いました。段差とかにも強くて、あらゆるね地面の状態に対して強いのがエアバギーなんじゃないのかなと思います。で、持ち歩きに関してなんですけど、こういったね軽量化タイプのやつは、どうした？
が引っかかってるか。よいしょ。はい。結構一撃でね、いけるし、片手で、スンっていける。ね。スンって、スンって出すこともできるんだけど、これはね、そこまではいかない。ただ、言うほどです。ここにロック解除ボタンがあるので、一回これをね、ペット押していただいて、くの字に曲げる。はいと。はい。はい、こんな感じです。で、ここちょっと止める必要があるので、コンパクトかっていうと、ちょっとだけね、一回り二回り大きいし、ちょっとここら辺の片付けがね、もたつくっていうのは間違いなくあるんですよ。だから何回もね、この折ったり片付けたりっていうのが必要であれば、やっぱね、従来の日本で人気のタイプがいいんじゃないのかなと思います。まあでも全然これ外出で持ってっていいレベルだけどね。電車とかになるとさすがにね、こっちになってくると思うけど、車移動だったら私はこれで行くと思います。そんでね、もう一つ、今日はおまけもう一個買っちゃった。いや、これですよ。うち三姉妹ということで、一人乗ったらまた羨ましがるとかっていうこともあったりね。ほんでまあね、今はないけど、花火大会とか行った時にさ、寝ちゃってどうしようみたいな、抱っこでずっと歩くとか結構しんどいじゃん。だからね、その時にすごい便利そうな、はい、やつも見つけてきました。よいしょ。あともう一点言っとくと、個人的に自分がね、ちっちゃかったら、あ、これあるとすげえ楽しかったなーっていう、お父さんのエゴが詰まった、はい、ベビーカーです。ちょっとこれ重たいんですけど、よいしょ。ええー、じゃん、ごっついじゃん。ちょっと今使えるように組み立てておきます。さあ、ではいきます。思った通りの商品でした。よいしょよいしょ。ほんで、よっこいしょ。はい、ということで、ワンオンタイプでございます。キャンプ用品入れとしてもいいと思うんだけど、まあ本当はダメなんだけどさ、キャンプ用品のね、こういったやつに子供入れてね、運んでるお父さんお母さんもいるし、なんなら私も運んだことあるし、ただね、これ乗せちゃいけない、子供乗せちゃいけないんです。で、こちらですね、なんと、はい、ちゃんとした子供乗せ用のやつで、はい、7歳ぐらいまではね、いけるっていう、合計50キロまで耐えれるということで、もし子供の時期が終わってもキャンプ用品入れとしてもね、全然使えるレベルだと思います。これいいよね。ほんで何よりまた面白いのがね、実はこれ、ここちょっとやるとなんか出てきます。これ棒がちょびんと、ちょっと待って、ハンドルをちょっと、よいしょ、なんか出てきます。これ、はい、よいしょ。ちょっと紙片出してきますね、全部。はい、そしてね、これよ、これもうなんとなくみんなもわかると思うけど、なんとこれで、はい、実は屋根を作ることができてしまいますという。いや、これいいよね。いや子供これ楽しいよね。これ秘密基地感があってさ、こんな楽しいよね、ウィースみたいなさ。公園行った時のさ、日よけにもちょうどいいよね、子供たちの。よくないこれ。いや、むしろ山林のやつよりこっちの方がお父さんとしてすごいテンションが上がっております。いや、これ楽しいよな。ちょ、子供ら乗せてみようかな。ちなみに、簡単にタイヤのロックもかけるようになっております。はい、痛い人、はい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 、行けよ、はい、足入れて、足入れて、行って、足入れて、はい、どうぞ。はい、というわけでまだロックはしてないんですけど、子供たち収納されました。さあ、座って、危ないから座ってください。座りましたか。いいわ、これこれいいわ。コロン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 。またね、結構このローラーが良くてさ、めちゃめちゃスムーズ。これ、いや、これええな。なんで上から子供たちの様子見たいときは、ここがほらメッシュになってて、ここから子供たちの顔を見ることもできる。お父さんです。うわ、これめちゃくちゃいいな。楽しそうやね、みんな。はい、まあ、という感じでございます。はい、とまあ、本日こんな感じで紹介したんですけども、いかがだったでしょうか。これはね、ちょっと特殊すぎるんだけど、お父さんがね、これ楽しいと思うわ。何人か子供いる時、2人以上の時に
持ってるとすごく楽しいアイテムなんじゃないのかなと思います。だいたい価格がね、5万円前後で楽天の方でちょっと購入しました。ほんで今ちょっと倒れちゃってるけども、これ結構エアバギーいい値段してて6万円前後でございます。でこちらもね確か6、7万円前後で、こういったやつだけでね1万2万の安いやつもあるんだけど、そこだけちょっとねお金散財しちゃったという感じで、はい、決して安いものじゃないのでね、あの長く何より、あの安全なものね、場所に応じて使い分けて、ほんで何よりも正しく使うようにね皆さん気をつけてください。やだ、足とか出てる。いやよ、危ないからね。楽しい人。はーい。はい、というわけで本日はこんなところで、またお会いいたしましょう。バイバイ。どうもこんにちは。深澤チャンネルです。クランクアップです。